ライはトゥルー、あなたは信じる、巷に転がる都市伝説しょうかちゃん、どうもクッキーです。アンバサダーのトウエです。今日何ですか？皆さんこのキャラクター知ってますか？あ、もちろんハンターハンターの戦慄さんじゃないですか。はい、まあハゲなんですけど。ハゲと言っちゃダメですよ、女の子ですよ。最近ですね、あの木村拓哉さんのあの娘さんのココメさんもですね、戦慄の顔真似をしておりましたよね。あ、やってた。あんだけなの、あんたがやるんそれ。まあ、あんなに可愛い戦慄がいるのかということで戦慄したっていう方もたくさんいらっしゃいましたね。何をうまいこと言うと思う。そんなわけなんですけども、実はなんでこんなことになってしまったかというと、まあ、闇の空とという魔王が作曲した曲を聴いたことによって、まあ、醜い妖精に変わってしまったという過去があるんですよね。ハンターハンターって結構ね、その能力とか未知なる力っていうのが結構多くって、その曲をね弾いたりとかしたらもう、ま、もう会うともう死んじゃう。そう、闇の空と変装した友人は死んでしまう。ちょっとのフレーズ聞いただけの戦慄はあえて姿変わっちゃったから、そう、もうめちゃくちゃ呪いの曲なんよね。それ旋律っていうのはそれを封印するために動いてんねんもんな。そうそうやね。冬のソナタでは、まあ、ペヨンジュンがねすごい活躍されておばさまたちが死んでいったわけなんですけども、いやそうなんか何をうまいこと言えっつってね今日は。何が冬のソナタやねん。まあこういったね、まあ、闇のソナタのような、まあ、呪いの歌っていうのはねやっぱねいろんな作品で言われていて、まあ、ポケモンの技とかでも滅びの歌っていうのがあったりだとか、ね、そういったものがねいろいろあるわけなんですよ。はいはいはい。実際の世の中にそういった歌があるのかっていう話なんですけど、気になる。あります。え、声に出したら最後、地獄の歌。その詩の名前はですね、うん、富野の地獄って言うんですよね。富野の地獄。歌の内容は富野という少年が地獄を旅するという幻想的で不気味な詩なんですよ。なかなかないテーマね。そう、うん、で詩人の西条八十さんが26歳の時に発表、昭和24年に刊行された砂金という詩集に掲載されてるんですよね。え、じゃ見たことない。砂金って何？こちらの詩集になります。いいえ、テレフォンショッピングですか？こちらがですね、呪いの歌が収録されている詩集になるんですよ。何買ってきてんのよ、じゃあ。2025円。こちら砂金なんですけど、これが噂の歌なんですよ、はいはい、富野の地獄っていう、うん、まあ、この西条八十ってのは誰かっていうと、うん、まあ、僕らの大好きな不思議な国のアリスを紹介したことで、まあ、有名な人なんですよね。そうなんよ。日本で最初に、まあ、広めたインフルエンサーみたいな人やったんですよ、当時の。で、まあ、この富野の地獄は声に出して読むと呪われるっていうことを言われてるぐらい恐ろしい歌になってしまったんですよね。読んでみます？読んでみて。いや、あれはっていう感じから始まりそうなんですけども、まあ、ちなみに気になる人はこれ普通にあのアマゾンとかでも売ってるんで、まあ、買ってもらったらなって思うんですけど、あ、これ案件じゃないですよ。案件じゃないです。案件やって呪われたら嫌やねんけど。実際どういったこの呪いがかかったかっていうとですね、60から70年代にこの歌人劇作家映画監督で活躍していた寺山修司さん、すごい有名な方ですよね。名前聞いたことあるよって人も多いんじゃないでしょうか。実はこの寺山修司さんも富野の地獄に影響された一人だったんですよ。え、そうなんよ。で、この1965年に寺山修司さんが発表した田園に死すっていう歌集があるんですけども、うん、はい、1970年それはまあ映画化もされまして、それが富野の地獄と全く同じ冒頭だったんですよね。あ、そうなんや。その冒頭の歌詞がこちら、うん、まあ、これ出てると思うんですけども、はい、まあ、この姉はから始まって、まあ、白で終わるやつですね、うん、でこの5年後に寺山さんは肝硬変という肝臓の病気で入院で、一時は退院することができましたが、再度病気を発症し亡くなってるんですよ、ね、なるほど。でその後寺山さんの死は富野の地獄を音読したことによって亡くなってしまったという噂が言われるようになりました。なるほど、そっからなんだ。そうなんですよ。でさらにですね、天才演出家そしてプロデューサーと言われる久世輝彦さんという方が、うん、まあ、いらっしゃるわけなんですけども、はいはいはい、まあ、この人はですね、この西条八十の作品を何冊も持っていて、何冊、まあ、繰り返し読んでいたということを関係者の方が語ってるんですよね、はい。まあ、実際に久世さんが1996年に出版した本もありまして、見てください、このもうまんままんまよね。そう、よっぽどここがやっぱ気に入ったんやろ。そう、やっぱそこの、まあ、確かにこの姉話から始まるここの部分はめちゃくちゃインパクトがありますよね、うん、ね、妹に至ってはドラゴンかなっていう感じもしますよね、うんうんうん、え、今あれ関ジャニの歌歌うチャンスやで。いやいや、歌わない、歌わない、そんな別にチャンス、ドラゴンが火吹くやつ。いや別に妹関係ないからそれ。あ、そう、うん、この久世さんも脳梗塞などの病気にかかり、2006年にお亡くなりになってるんですよね、うん、あ、そう、70歳で亡くなってるんでちょっと難しいところなんですけど、うん、他には美術部に所属する女子大生が富野の地獄を元に絵を描いたところ、うん、謎の自殺を遂げてしまった。自殺しちゃったんだ。その絵を見た人も自殺とか編集を遂げてしまった。何それ。そういった、まあ、とんでもないぐらい、もこの今ネット界隈でもう15年ぐらいは永遠にこの歌は読んではいけない、音読してはいけないって言われてるやつなんですよ。もしこの動画好評でしたら、うん、これプレゼントします皆さん。え、どういうこと、どういうこと。好評って、え、高評価2000円以上いったら、うん、あのツイッターの方でプレゼントキャンペーンやります。もらいにくない。そこで当たる運は他に使ったらいいんちゃうか。皆さんの砂金を集めてください。
続きまして、聞くと自殺するデスソング。これは、まあ、以前ね、こちらも紹介したこと実はあるんですけども、それが、暗い日曜日。ああ、これ、どうもりのやつ。そう、外敵がタタタタタタラララーって弾くやつなんですけども、この暗い日曜日なんですけど、これ、まあ、動物の森だけじゃなくて、あの、20世紀少年の作者、浦沢直樹さんいるじゃないですか、が作画担当した、パイナップルアーミーという作品にもこの暗い日曜日のエピソードが登場するんですよね。そうなんや。でこの暗い日曜日は1933年ハンガリーで発表された曲。とある自殺現場を調査していたところ遺書が見つかり、その遺書には暗い日曜日の歌の一部が書かれていたとか。なるほど。で当時ハンガリーで150人以上がこの歌を聴いて亡くなってしまって、いや多いな。そう、ハンガリーでは暗い日曜日の販売と演奏が禁止されてるんですよね。でさらにイギリスでもこの反響が大きく問題視されたため、イギリスの BBC でも暗い日曜日は放送禁止曲となっております。放送禁止曲っていうのは世の中にあるんやな。そうなんですよ。まあ実際ね、日本でもね、あの宗教団体が作り上げたっていう歌はね、多分放送禁止になってると思うので。大丈夫ですか今。下手すぎですよ、横腹がいいと思ったのか。ということで1968年に作曲者の恋人が自殺してしまったりで、作曲者本人も後を追うに自殺してしまったということもあるんで、まあ、実際にこの曲は YouTube で聴けるので、聴きたい人は聴いてみたらいいと思います。いやでも怖いわ。でもこれまだあるんですよ。死を迎える禁断の交響曲。まあ、やはりですね、まあ、我々と言ったら今どうしても見たい映画がありますよね。エヴァかな。エヴァなんです。はいはい、はい、まあ本来だったらもう見れてたはずなんですよ。でまあコロナのせいやから伸びたのは、まあ本当かなと思ってるんですけど。なんでやねん。出来上がってるって言うてね、声優さんたちも長すぎたよ。もう終わらせてよ。さよなら全てのエヴァンゲリオンって言うてたやん。もういや、さよならしてるのは俺らなんじゃないのかなみたいな。実はこれさよならしてしまう曲があるんですよね。これエヴァがすごい関係していて、まあ、エヴァと歌と言ったら、まあ、やはりそう、音楽はいいよねのところですよね。まあ令和風に言うと、うん、鬼になろう今日中ろうなんですけど、全然誘い方違うよ。まあ、そんなわけで最後のシーン24話でね、カオルくんがね、あの登場した時にあの言うてくれるセリフなわけなんですけども、まあこの曲ですね、ベートーベンの交響曲第9番歓喜の歌って言われるんですよね。まあ俗に言う大工な。これはですね、まあベートーベンもうみんな知ってるよね。あの音楽の教科書で、まあもうみんな見たことあるベートーベンさんなんですけども、この人はですね、まあ20代後半から徐々に耳が悪くなりまして、まあ40歳の時にはすでに耳が聞こえなくなっていたそうなんですよ。でこの交響曲第9番歓喜の歌はそんなベートーベンが作曲した最後の交響曲なんですよね。交響曲ってそもそも何かっていうと、まあオーケストラのために作られた曲で、作曲家によってその作った順番、出版した順番に何巻みたいな感じで番号をつけていくんですよ。まあだから9番目の曲という。でこのベートーベンの死後、このクラシック界隈では大工の呪いっていう言葉が言われだしたんですよね。なるほどね。実際歌というのは、まあ、すごいパワーを持っているので、戦とかの時にも音楽ってのは欠かせない存在だったりもするので、そうよ、このベートーベンの呪いも、まあ、やはりもっと作りたかった、もう自分が9曲しか作ってないのにそれ以上作るのは許さないっていう怨念が込められてるんじゃないかっていうことが言われてるんですよね。で実際この大工の呪いっていうのは言われてるのが、まあ、これまた音楽の教科書に出てくるシューベルトさんとかも、第9番を最後に31歳という若さで亡くなったりだとか、他にも交響曲第9番歓喜の歌に影響を受けていたオーストリアの有名作曲家ブルックナーは第9番を作曲しながら死亡したと言われてるんですよね。え、これマジやん。さらにこの呪いを恐れた有名作曲家グスタフ・マーラーは9番目に作った曲に番号をつけず、まあ、第一の歌と名付け、その後10作品目を第9番と発表。しかしその曲を最後に亡くなってる。嘘やん。そんななんかインチキは通用せんかった。そうなんですよ。余談なんですけども、我々が使っている iPhone、iPhone のナンバリングが9がないのも大工の呪いと。確かに iPhone8 は次 iPhone10 やもんな。そう、 Windows9 もないよね。ない。え、なんでな。もう一人これいるんですよ。これみんなの知ってる人で大工の呪いにかかってる人が。そうでしょ。これ誰かっていうと、阪神の高山選手、背番号9番なんですけど、新人王を獲得するぐらい、まあ、すごい期待されていた選手なんですが、ここ数年レギュラーになりきれてないというか、ちょっと活躍全然できてないっていう呪いを受けてしまってるんですよね。まあ、背番号9というとやはり柳田選手なので、まあ、早く柳田選手のように活躍してほしいですね。は？続きまして、本当にあった呪いのエンディング曲。最後の曲なんですけども、実はこれみんなも見たことある。今度は多分本場でみんな見たことあると思う。今多分チャンネル視聴やめたと思う。いやいや、関
西の人は高山全員知ってるって。いやもう3テレビ映る地方だけで。いや俺だってさ、高山のさ、そのユニフォーム持ってんのにさ、着ていっても高山出えへん試合最近あるから困んねんな。最後はあのちびまる子ちゃんです。これはまあ本当みんな知ってますよね、うん、これ実は山崎箱さんという方が関係してまして、はい、こちらの方はですね1975年にデビューした大ベテランのシンガーソングライターなんですよね。え、なんでそれちょっと今発音よく言った感じ。あ、ちょっとネイティブっぽくてすいません。その向こうの方やったっけ。ええ、ある曲をちびまる子ちゃん流したんですよ、はい、その曲が呪い。その歌詞が、うん、コン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 釘を刺す。ちょっと待って、もうメロディーがさ昨日のニートのメロディーがそれなあ普通に読んだらええやん、別にリズムつけて。あ、そうですか、はい、コン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 釘を刺す、わら人形血を流す、誰がこうした恨んで釘を刺す、私をこうした恨んで釘を刺すという、うん、まあ、釘崎野原ちゃんもびっくりな、歌詞になっておるわけなんですけども、野原ちゃんかけない、まあ、このようなフレーズがあり、この曲すべてがわら人形のことを歌った曲なんですよ。なるほど。で、まあ、普通に聞くだけでも、まあ、ゾッとするんですけども、うん、まあ、実はこの曲が2002年放映されたマルコ報告コンサート行くの回で、うん、この回のエンディングがこれだったんですよ。ただ、まあ、やっぱ視聴者からもすごいクレームは入ったそうです。そうだ、やっぱちっちゃい子見ながら不気味やね、ちょっとな。なんでこうなったかっていうと、さくらももこ先生が仕事が忙しすぎて、もうちょっと精神的に参っていた時に判断してしまったというようなことがあったというか、入れてみたいです、みたいなことを言って、うん。まあちょっと周りもね、やっぱ大御所の先生なんで、うん、まあ、止めづらいなということで、流したとか、うん、まあ、そういったような都市伝説が、まことしやかに伝えられてます。うん、はい、本日の会話、いかがでしたか。あ、終わった、まあ、やっぱりね、皆さんも、まあ、高山の今年のね、成績、藤波が今年復帰するか、まあ、すごい期待してるところだと思うんですけども、チェン選手も加入されたということで、巨人もね、今年は倒せると思うので、まあ、優勝間違いないかと僕は思っております。それでは本日の鳥肌スコアは、まあ、9ですね。まあ、そうやはり大工の呪い、まあ、これには勝てない。鳥肌ポイントは、まあ、今年やっぱりね、復帰が期待されるのはね、まあ、戦慄なんですけども、うん、まあ、戦慄の前に、まあ、富樫先生が復帰してくれることを我々は祈っております。確かに。それではさよなら、バイ。マサダさんのサトシ君がですね、今回のシリーズでついに終わるんじゃないかっていうことが噂をささやかれてるんですよね。なぜじゃクライマックスに向かってるかっていうと、過去キャラクターとの再会が最近異常に起きてるんです。へー、まあ、やっぱりこれワンピースとかの物語でもそうですけど、うん、いろんな重要人物たちと再会するときっていうのは大きく物語が動くときじゃないですか。はいはいはい。でこれが実はアニポキで行われてるんじゃないかっていうことも言われていて、うん、実はこのロゴを隠された秘密があるんですよね。え、違うの？